萩原智子、萩原智子、萩原智子、1980年4月13日帯は、日本の水泳、競泳元選手、スポーツコメンテーター、タレント、愛称、萩とも、本名、佐藤智子、山梨県甲府市出身、山梨学院大学大学院卒業、スポーツバックス所属、日本水泳連盟理事、日本マスターズ水泳協会理事、 2020年東京オリンピックパラリンピック競技大会組織委員。現役時代は得意種目の背泳ぎを中心に自由型や個人メドレーなども手掛け、2002年日本選手権水泳競技大会では史上初の個人4冠を達成。2000年シドニーオリンピック女子競泳日本代表200メートル背泳ぎ4位200メートル個人メドレー8位、各入賞。 現役引退後は、スポーツコメンテータータレントなどで活動中。テレビ、山梨アナウンサーの小島優は、姉の夫、直木賞作家の東野恵子は、母方の親戚でもある。山梨県甲府市出身、甲府市立西中学校3年になった1995年、全日本ジュニアチームのメンバーに選出された。翌1996年に、 山梨学院大学附属高等学校入学、同級生に森田上部。在学中は3年連続でインターハイに出場し、200メートル背泳ぎで3連覇。1998年のアジア大会では100メートル、200メートルの背泳ぎ、並びに400メートルメドレーリレーの3冠を達成した。1999年に卒業後は学内制度により、 五系の山梨学院大学法学部へ進学した。これにより現在に至るまで同大学を活動の拠点とする。入学した年にパンパシフィック水泳選手権200メートル背泳ぎで金メダルを獲得。翌2000年に行われるシドニーオリンピックのテスト大会だったこともあり、大きく期待されていた。2000年4月の日本水泳選手権シドニー五輪国内選考会では、 200メートル個人メドレーで当時の日本記録を達成し優勝。200メートル背泳ぎでは優勝の中尾美希についで2位に入り、東五輪で自身初めての日本代表として競泳2種目の出場権を獲得した。2000年9月に開催されたシドニー五輪本番のレースは200メートル個人メドレーで日本女子のトップながらも8位入賞に止まる。200メートル背泳ぎでは レース終盤で、同日本代表の中尾美希と3位を襲うたが、タッチの差で惜しくも敗れ4位入賞で、2種目ともに、念願の逸話メダル獲得はならなかった。それでも200メートル背泳ぎの決勝後には、金差で、同メダル獲得の中尾に駆け寄り、萩原自ら笑顔で、祝福の言葉を送ると、中尾は嬉し涙を流していた。また、萩原の活動が評価されて、大学が、 新たに建設した屋内プールはシドニー記念水泳場と命名される。三年生になった二千一年福岡市で開かれた世界水泳選手権では八百メートル自由型リレーのメンバーに選ばれて三位に入賞、銅メダルを獲得した。四年生になった二千二年日本水泳選手権で二百メートル自由型、二百メートル背泳ぎ、二百メートル個人メドレー、百メートル 自由形での史上初となる個人4巻を達成。しかしこの快挙が皮肉にも彼女の水泳人生を大きく狂わせるきっかけにもつながってしまう。2002年8月に横浜市で開かれたパンパシフィック水泳で200メートル個人メドレーでは金メダルを獲得。だが日本選手権優勝多数により多くの種目にエントリーした強行日程がたたったせいか、 大会中に過呼吸を3度も発症し、200メートル背泳ぎ、決勝レースを直前で棄権し、そのまま緊急入院する事態となってしまった。同年10月の普山アジア大会代表にも選ばれていたが、重度の過換気症候群と診断されてこれも事態。結局満足な結果を残すことができないまま、大学生活を終えることとなった。なお、大学生時代は教育実習もしており、 その時の教え子に、当時高校生の松本哲也、読売ジャイアンツがいたため、今でも気になっているという。なお、プロ野球は、特にどこのチームのファンというわけではないが、ファンである選手に、松本のほか、上原浩二、松坂大輔、内川誠一、栗山秀樹を挙げている。二千三年に競技生活を続けるため、山梨学院大学大学院社会科学、 研究科修士家庭、公共政策選考に進んだものの、その年は翌年に逸話を控えていたこともあり、西洋のためほとんどレースに出場しなかった。しかし、9月にお隣静岡県で行われたニュー我が富士国体には、山梨県選手団の一員としてエントリー。200メートル個人メドレー青年女子の部で大会記録を更新、復活の優勝を果たした。 2004年にアテネオリンピック出場を目指して、この年の日本選手権に全てをかけたが、50メートル自由型では優勝しながらも、派遣標準記録の25秒3 2 3 2秒、足りず、また100メートル自由型も派遣記録に届かず2位となり、2大会連続の逸話代表を逃した。その直後、一旦現役を引退することを表明した。大学院終了後も、 職員の形で引き続き、学校法人山梨学院に残り、山梨学院大学スポーツガレージセンターの研究員として、今に至る。2005年4月から1年間、地元山梨放送のスポーツコメンテーターとして、山火、ユーブス、ワイドニュース、現在のユーブス、ワイドニュース、テレビ、ユーブスニュース深夜便、ユーブスニュースアップ、ラジオの、 ハギも、スマイルスポーツというコーナーに出演していた。また、ワイドニュースでは、ハギハラ自身もスタジオ出演していた。TBS 系列テレビ、山梨製作の番組、ユテウッティナ木曜日で2005年4月から2009年3月まで、出演した。山梨放送出演時から、世界選手権、テレビ朝日系列中継で、スタジオ解説を務めたほか、 ゲットスポーツでは様々なスポーツ選手を取材している。そこで知り合った8歳年上の佐藤和馬ディレクターと2006年10月に結婚。以後は東京と山梨を行ったり来たりする生活となる。2007年2月第1回大会だった東京マラソン2007の 10km レースに初挑戦。翌2008年の第2回東京マラソン2008は 地震初のフルマラソンに挑戦6時間30分41秒のタイムで完走を果たしてい。翌2009年の第3回東京マラソン2009では家族と共に 10km レースに参加した。2009年6月、競泳選手として5年ぶりに現役復帰することを表明。山梨県水泳連盟に学校法人山梨学院職員として選手登録した。 略称は山梨学院。復帰戦となった6月14日に日本実業団大会山梨予選では100メートル自由型、淡水路で自己ベストに0秒54と迫る54秒49をマークした9月にはときめき、新潟国体にて出場。きっかけは2008年8月に北京オリンピックで選手たちの姿を見てまだ戦いたいというの影響だった。 2008年10月から母校の後輩と混じり練習を再開。2010年4月の日本選手権では50メートル、100メートルの自由型でそれぞれ3位に入った。8月にアメリカ・カリフォルニアで行われたパンパシフィック選手権の400メートルフリーリレーは3分38秒86の日本新記録樹立に貢献した結果は5位。10月に 東京タツミ国際水泳場で行われた FINA 競泳ワールドカップ2010東京では50メートル自由型炭水路で24秒91を記録1998年に源の住みかがマークした日本記録を12年ぶりに更新し6位に入ったそして100メートル個人メドレーでは59秒94を出し炭水路日本記録を更新して 金メダルを獲得した。11月の杭州アジア競技大会の400メートルフリーリレーでも3分37秒90の日本新記録を受立。2011年4月の大会を前に子宮内膜症と卵巣脳死が発覚し、手術を行う。同年6月に山梨県夏季水泳競技大会に復帰。2012年2月。 炭水路日本選手権の50メートル自由型、炭水路予選にて24秒84をマークして、自身の持つ日本記録を更新。2012年のロンドンオリンピック出場を見据えて、12年振りの逸話日本代表入りを目指し、逸話代表選考会である同年4月の日本選手権に50メートルと100メートルの自由型で出場した。しかし、いずれの種目も、 決勝まで進出したものの、100メートル自由形は8位、50メートル自由形は5位に終わり、12年ぶりのオリンピック、出場は叶わなかった。直後、再び選手活動の再引退を表明。自身落選したロンドン五輪の開催中、日本テレビ系 ZIP で水泳競技のコメンテーターを担当していた。その後現在では水泳関連に限らず、夏季五輪、 当期五輪関連のスポーツコメンターとして、メディア出演にもたびたび登場している。さらにテレビ東京の土曜スペシャル、2012年6月16日、放送、2012年10月27日放送や、TBS のスペシャル番組サスケの出場者、20万1212月27日、放送、2013年6月27日放送、として参加していた。 2012年6月にスポーツカンパニーとマネージメント契約。2013年6月に日本水泳連盟で評議委員会、理事会を開き理事として起用され、2014年4月1日から日本水泳連盟の新設、アスリート委員会の委員長として就任した。2014年7月17日、自身のブログで結婚8年目にして解任。 それから4ヶ月後の同年11月21日に長男を無事出産を公表した。2014年7月18日山梨フルーツ PR キャンペーン日光で山梨大使と山梨フルーツレディーとして首相官邸へ安倍晋三総理大臣に今年2月の大雪被害を乗り越え収穫したぶどうとうプレゼントした。2015年11月24日 突然腹部に激痛が走り、救急車で運ばれて入院。胆石胆嚢炎と診断され、入院翌日の11月25日に緊急手術したことを報告、12月1日に退院。2016年5月8日、毎日新聞の親子の日企画特集で母との対談が実現した。ちなみに母は甲府市でお菓子教室主催をしている。 2017年2月22日に愛知県の春日ガ市広報大使に移植した。任期は2017年4月1日から3年間。2018年に山梨県の平成30年度の県政 CM ママの安心に出演。2019年2月11日、2016年リオデジャネイロ五輪日本代表、2018年ジャカルタアジア大会では6種目も、 制覇、2020年東京五輪でも期待された、競泳選手、池江秋花子が、白血病で急遽入院により当面療養専念と、報道の NHK ニュースに、萩原は、自身のツイッターで、信じられない、言葉になりません、と絶句しながらツイート。その後、池江が発表したツイッターの文面を貼り付けた上で、体が震えています。 混乱している中でも、病名を公表したことに勇気と強さを感じます。そして、この状況の中でも周りを気遣う優しい気持ち、素晴らしい選手なのです。今はただ完治に向けて、祈ります。彼女をサポートできることは何か。まずは水泳を僕皆で考えますと、と、池への病状を気遣うコメントを更新した。2019年2月22日付で、スポーツ庁、三夜、 2020年3月31日まで。2019年4月から NHK 総合の首都圏ネットワークの歌謡コーナーカウントダウン2020のプレゼンターを担当。同年7月から日本体操協会理事。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。